い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。ワールド23 ワールド23、この人ワールドめっちゃ作ってるのかな。おお、見た今のキノピオ、なんか自分が犠牲になったよね。これはどんどん右に行くパターンか。多分あのキノピコがね、もう僕を槍に来てるもんね。もう見た目からしても殺意がすごいもん。いやでもスピード勝負なら負けねえよ。よし、それじゃあこのままダッシュしていきます。オッケーオッケーオッケーやったーゴー。さあそれじゃあ次のコースやっていきますが、このトゲが生えたピョンチュマジで危ねえマジで危ないんで上から行きたいと思います。ねあのキノピオとルイージが前にいるんですけれども、まあキノピオとルイージアイテム取ってってない。うわこれアイテムと思ったんだけどな。いやここでアイテム取れるのか。じゃあこのままあの渡っていきますね。うわ危ねえ、落ちると思ったぜ危ねえ危ねえ。よしそれじゃあここでよしルイージはルイージ、よしよしよし、一番前行けましたね。でこれ右でしょ。はっはい、よし当たってもいい、当たってもいい、もう当たってもいい。じゃあよっしゃお化けに負けるな。カロンを10体倒してからゴール。嘘でしょマジか。これ絶対一番最初に行った人の勝ちっていうパターンのやつじゃん。オッケーオッケー、このまま一番最初、これゴールでしょ、ゴールでしょこれ。いや多分ゴールだよね。はっ、本編にありそうなコース、そういうのがいいよね。なんかステージでありそうってことでしょ。いや確かにありそう。いやあるかこんなの、あるのか。結構難しいぞ待って、あぶねえこれザモンだって、ザモン、ザモンじゃないよね絶対なんだったっけ、あのトゲの生えたサボテンみたいな。よしこのまま右に行きます。うーわここで投げれたらよかったんだけどな。ほっ、じゃあやばせ、いやここでちょっと差が生まれたな。マリオ待ってね。よし上から行こう、上から行きます。じゃあ嘘うわ今抜けたと思ったんだけどな。あのねマジで最近冷凍がねどん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 落ちてきてるんですよ。今ね5525だったっけな、まあ、一時期で5700いけそうだったんですけどね。最近僕ねプレイが雑って言いますか、めっちゃ雑なんですよ。だからちょっとだけね落ち着いていきますね。まあどう落ち着くのか、いつも落ち着く落ち着く言いようけど、あのねどう落ち着くのかって言ったら、ちょっと危ないなと思ったらやっぱ立ち止まる、止まる勇気。やっぱ勝ちたい時ってさ、あのどんどんさもう前に前に行って行っちゃうじゃん。でもねそこは一回ね止まる勇気を持とう、止まる勇気を持っていきますね僕。だからこのまま危ないと思ったら僕止まります、一旦。でこのまま右に行っていい、パ、え待って、あ1キャップのそんな条件あった。じゃあこのままこっちで奪いますか僕。はい、みんなでバトル、チキンレース VS4P。 じゃあチキンレースってさ、あのライブとかでもやったことあるんですよ確かね。ちょ待って、邪魔くせえ、めっちゃ邪魔くせえんだけどこの人。待って、めっちゃ邪魔くせえんだけど、ちょ待って、マジで邪魔くせえんだけどマジで邪魔くせえんだけどこの人。まあ一瞬とか入った一瞬とか入りましたけど、まあ周り先のマリオにちょっと任せてみる。さ、マリオがやられたらね、おっとオッケーやった先ちょっと見えましたからね僕。あのマリオ、まあ、自業自得ですねマリオ。このまま僕ゴール行きたい。あ、待って、な、先なんかありそうじゃない、ね、なんかありそう、なんかありそう、ゴールではないよね、なんかありそう。あーよかったよかった、ほら来ました、マリオのおかげですねこれは。マリオバカめ自業自得です。まあああいうね、あの害悪って言いますかね、ああいう人に勝てるとめっちゃくちゃ気持ちがいいですよね。自分で害悪しといて自分でやられるっていうね、まあ、ちょっとねあのザマー的な、まあ、ザマー的なねあの結果になりましたけど、まあああいうのめっちゃ気持ちいいですよね。さあこれはマリオ、ここいやうま、いや今うまかったねマリオ、ナイスタイミングのヒップドロップで、このまま右に行きます。うわこれは危ね、パックいるのか、このまま右で渡れそう、よしうっそ登れると思ったんだけどな、シーソーに。じゃあこのまま渡っていきますね。よし、あみんななんか待って、またマリオまたマリオ、なんかさっきからのヒップドロップのタイミング良すぎ。さてここは上にいるクリボー、クリボーをですね当たらないようにしていくのがね、マジでちょっと気をつけ、マジで気をつけますね。さあここでパック取るでしょ、危ねえ。よし、なんかねこのコースってしたことあるような気がする、どうなんだろう、なんかこんなコースあるよね結構ね、あのみんなでバトルで出てきやすいコースだと思うんですけどね。ちょっと待って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 、マジで待って、はっ、うわ危ねえ、
ちょっと待って、クリボーが怖いって。いや、カキボか、カキボーが怖すぎて先に行けないんだよな。ここ乗って、待って、さらに増えた。でね、今ね、フレンド申請がね、めっちゃ来てるんですよね。まあ、めっちゃ来てるっていうか、結構承認してるんですけど、今40件か50件ぐらい溜まってしまってるんですよ。まあ、それをね、全員承認していいものか、まあどうかわかんないんですよ。まあ、なんでかって言ったらね、全然関係ない人とかもね、いるかもしれないんですよ、あのリスナーさんとね。だからね、名前とかね、僕の名前、ピオキングとかさ、それがあったらね、わかりやすいな、とか思ったりするんですけれども、まあ、ずっとそうやってするのもね、ちょっと尺だと思うんで、でね、まあ承認し終わったら名前変えてもらっても全然いいんでですね。あれ？カキボ？よし、それじゃあ次はですね、キノコ持ってきました。持ってきましたというより、取ってきました、僕。キノコを取って、さっきね、カキボが生き返っちゃったんですよね。で、カキボが生き返っちゃって、やられてしまいましたけど、このまま右に行きますか。まあ、二人、前にいる二人はですね、一人ギブしたね。あ、どっか鍵があるってこと？ルイージがギブしたのか。このまま右行こうか。こっちに鍵あるみたいな。このまま下に行けみたいな。多分それでいいでしょ。でもこれさ、戻ってこれる？これ。なるほど、そういうことか。オッケー、わかったわかった。よし、オッケー。これぜひ取りたいね。ぜひ取りたいね。シャカシャン、シャカシャン。くそ。いや、いや、負けねえよ。キノピコは？キノピコどこ行った？中間ポイント取っておこうか。あ、待って、なんで入った？なんで入っちゃった？中間ポイント取っておきますね。まあ、ここはね、そんなに。オッケー、オッケー、オッケー。よし。ナイス。こっからゆっくり行けるってもんでしょ、もう。多分また鍵とかあると思うんですよね。まあ、鍵とか。あー、怖え。じゃ、最後はマジで。最後。よし。つららにやられてやんの。オッケー、オッケー。もっとチャンス来ました。はい、よし。このドア入ると、まだゴールないのか。これはアイテム。うわ、欲しい。よし、来た。これさえあればもう勝てるよ。多分最後にボスとかね、いそうなんですよ。やっぱり来た。ここであなたですか。ちょっと待ってね。はい、よし。でもね、このスーパーマリオブラザーズ3っていうか、スーパーマリオワールドかは結構復活が早いからね。あ、待って、負けるのか。よし、来た。これでゴールでしょ、これ。よしよしよし。さっきのでラストバトルにね、したかったんですけれども、まあちょっとあと1回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。よし、オッケー。でね、なんか3の1なんとかなんとか死んでって書いてました。なんかね、海っぽい感じのね、ステージだったんですよね。オッケーオッケー。これは先に行った僕の方が有利だと思うんですよね。よしよしよし。後ろからファイヤー出してくれないかな。で、前のさ、プクプクとかをね、どんどん倒してくれ。よし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 。結構さ、開いたでしょ。水中でね、やっぱ下から上になんかこう続きをわざとするっていうのはですね、結構あれなんですよね。ちょっと待って。はい、よし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 。で、ここでさ、わざと続きさせるみたいな、こうね、まあ、こうやってわざとさせることも大事なんですよ。ちょっとね、まあ、ぶっちゃけうざいんですけどね。まあ、今多分相当うざいと思う。まあ、あんまりこういうことはしたくないんですけど、やっぱ勝つために結構必要な技術っていうか、まあ、そういうことになるんですよ。まあ、あんまりね、皆さんしない方がいいです。正直マジで嫌われますから。よし、それじゃこのまままっすぐ入っていきます。もうゴールであっていいよ。いや、まだか。このまま右行きますか。うわ、どんどんもう来てるね。これ上でいい？上か下かどっちか。あ、下っぽい。こっちじゃない。うわ、ルイージついてきてるね。これは右じゃない。上か。OK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 。ルイージ当たってもいいんでね、どんどん来てますね。いや、僕も1個ぐらい攻めてアイテム欲しいんだけどね。うわー！この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。